2018年に乃木坂46を卒業し、現在は俳優やモデルとして活躍する嵯峨雷央里。10月20日から始まる舞台、獣フレンズ、大きな耳と小さな奇跡里、ジャパリステージで主演を務める彼女だが、近年では雑誌の表紙を飾るなどグラビアシーンでも話題を呼んでいる。今回、そんな嵯峨にグラビアを挑戦したきっかけを聞いた。嵯峨さんは今年5月、週刊プレイボーイで水着グラビアに初挑戦。以降、数々の雑誌のグラビアに登場するなど大躍進を遂げています。バル、嵯峨ありがとうございます。グラビアに挑戦して本当に良かったなと思いますし、もともとやってみたかったんです。なので、たくさんの雑誌に掲載いただけて嬉しいです。撮っていただくたびに、こうすれば綺麗に見えるんだ、と知れるのも楽しいです。もともとグラビアをやってみたかったとのことですが、興味を持ったきっかけは、嵯峨中学時代に AKB48 さんが好きで、グラビアを見て、綺麗だな、と思ったのが最初です。その後私がグループに加入してからは、先輩や同期メンバーの写真集を見て、いいな、私もやってみたいな、って。でも、あくまで興味があっただけで、私ならできる、みたいな自信があったわけではありません。となると、水着の撮影に挑戦すると決まった時は、体作りにも励んだのでは。嵯峨初めての撮影が決まって、一応体作りはしたんですよ。でもいざ撮影で水着やランジェリを着てみると、あれ、思っていたよりお肉が乗っちゃう、と気づいて、笑。もっと絞らなきゃと思い、それまで週1だったジムを週2に増やしました。今では自分としても納得のいく体型に近づいたなと思います。本当はもっと絞りたいけど、グラビアをする上で細すぎるのも違うと思うので、今はバランスを気にしながら体型をキープしています。グラビアとしての撮られ方も、だんだん分かってきたと。嵯峨はい、洋服を着ていない分体のラインがすごく出るので、そこをいかに綺麗に見せられるかを意識しています。いろんな方のグラビアを見て勉強したり、あとは送られてきた自分の写真を見て、このポーズは綺麗だな。でもこっちは微妙だから次から気をつけよう、とチェックもしています。5月にグラビアデビューし、デジタル写真集がヒットし、早くも雑誌の表紙も飾りました。嵯峨数ヶ月の間で濃い撮影をたくさんさせてもらえて、本当にありがたいです。そもそも私、ソロで雑誌に載ること自体今まで本当に少なかったんですよ。だから、こうして自分だけのページを作っていただけるのは嬉しいし、ファンの方もすごく喜んでくれています。ファンからはどんな声が届いていますか？嵯峨一番多いのは、やっとやってくれたんだね、ずっと待ってたよ、といった声ですね。ただ、最初はやっぱりどんな反応をされるんだろうと不安が大きくて。だけどいざ発売されるとネガティブな声は全然なくて、皆さん、嬉しい、って反応だったんです。だからとても安心したし、ファンの皆さんが喜んでくれるのでこれからもグラビアは続けたいなと思っています。すでにいろいろなグラビア撮影を経験されていると思いますが、中でも印象深い思い出というと、嵯峨この夏だと、週刊プレイボーイさんに沖縄に連れて行ってもらったのと、週刊ヤングジャンプさんに宮古島に連れて行ってもらったのが2大思い出です。ちょうど7月、天気も晴れで海での撮影っていう、ザグラビア、みたいなシチュエーションだったから本当に楽しかった。撮影場所がすごく綺麗なところで南の島を満喫したし、あと、美味しいご飯のお店にも連れて行っていただけたので大満足です。ご飯が楽しみで頑張っている部分もあるので、笑。何を食べたんですか？嵯峨沖縄は2泊3日だったんですけど、1日目は、みゆ、という有名な居酒屋さん、2日目は鉄板焼きのお店に連れて行ってもらいました。宮古島で行ったお店は、詳細はシークレットなんですけどものすごく大量に料理を出してくれて。どのお店もすごく美味しかったです。お仕事を頑張って、歯も堪能したわけですね。嵯峨さらにその後、スタッフさんたちみんなでサトウキビ畑に行って、夜は真っ暗なので星がとても綺麗に見えたんですよね。みんなで道に寝転がって星空を見上げるっていう青春みたいなことをしました。笑。バル、最高の夏じゃないですか。嵯峨そうなんですよ。
本当にいいことしかありません。では今後、グラビアでの目標や野望というと、さがらこれからは、雑誌の表紙をたくさん飾ることが目標です。そして、私は来年6月で芸能生活10周年になるので、そのタイミングで写真集が出せたらいいなと、そこを目指して今頑張っています。